ジムのメンバーさんに頼んでジム宣伝用の写真を撮らせていただきました。カメラマンの方もね、ジムのメンバーさんで、メンバーさんに支えられて LD ジムやっております。お綺麗でしょ。アメリカの方なんですけども、ダイエットに成功されてですね、すごく一生懸命トレーニングされて、結構重たい重量やられてますね。やはりトレーニング文化がやっぱアメリカっていうのは日本より上なんだなと思いますよね。男性の方も出ていて、こちらもダイエット成功されて、ますますかっこよくなりましたね。まあ美男美女を選んだって感じですけどね、こうやって一緒にトレーニングしてる風景を撮らせていただきました。まあ、LB ジムもね、こうやって見るとすごいですね。まあかっこいいジムですねとか時々言われるんですけども、確かにこんなジムなかなかないですよね。器具が充実してますよね。この写真なんかもいいですね。なんかすごくピントがあって、あ、LB ジムダンベルですね。どれの写真を宣伝に使おうかと思ってですね、こうやってるんですけど、まあ可愛らしいですね、ほんとね。アメリカの方で来年帰るって言われてますね。この前景が映った図なんかもいいですよね。LB ジムは向こうがフリーウェイトスペースで、手前の方が、ウェイトスタッフですね。まあ、これピンとぴったりって感じですね。もうこれ綺麗ですよね、ほんとね。ケーブルカールですけどね。こんな感じで一生懸命やられてますけれども。まあかっこいいですね、これね、二人ともね。クールって感じですよね。LB ジムのタオルを持っていただきました。これもまだね、ありますんで、欲しい方がいらっしゃいましたらご連絡ください。まあ、やっぱり美男美女っていうのはいいですよね。お二人とも本当ダイエットに成功されて、まあ、かっこいい方がダイエットに成功すると、ますますかっこよくなるなって感じですけどもね。あ、これ、有酸素系ですね。これいいですよね、写真的にも。次の笑ったとこなんか最高ですね、これね。やっぱり、もう洋の東西を問わず、やっぱ可愛い人は可愛いなって感じですね。これもいいですね。前景が映った、画像ですね。スクワットの絵ですね、これね。お二人とも一生懸命トレーニングされてますからね。スクワットのフォームがいいなって感じですね。最近はチューブを使ったトレーニングのやり方が多いですね。バックキックですね。まあ、これも、あ、これ、静脈認証ですね。これを取りたかったんですよね。これ、珍しいでしょ、これがあるジムっていうのはね。結構高いんですよ、これ。いくらだったら60万ぐらいかな。セコムなんですけどね。もう可愛いじゃないですかって感じですね、これね。まあ、どの写真もいい写真ばっかりですね。ダブルバイセプス。女の子のダブルバイって可愛いですよね、これね。プレートを持ってもらってですね。前景が写った写真もなかなかいいですね。プレートも販売してますんで、よろしくお願いいたします。